有生体、若葉雲アキシーテイトストライティッピスは、カニグモ科の雲の一種。カニグモ科としては、珍しい腹部が縦長の雲で、普通は全身が緑色をしている。体長12から13ミリメートルの雲。全身単緑色の美しい雲であるが、メスでは成熟すると腹部が赤みを帯びる。また、メイキが褐色で、さらにオスでは、成熟時に頭部と、 ふわしの桃節の基部が褐色を帯びる。メスの背後は中央が盛り上がり、前眼列の前の額はその幅が中眼の幅より長く垂直に落ち込む。目は八眼が二列に並んでいるが、前後列のどちらも五極で、その程度は前列の方が強い。中眼に行きは幅より長さが大きく、幅は前が後ろより長い。それらの目は小さな盛り上がりの上にあり、 その部分は白くなっている。放射光は明瞭。下顎と下唇は共に長い。腹部は縦長で、メスではやや膨らむがオスでは細い。また、脱皮直後には腹部に数個のくびれがあって、まるで関節があるかのような感じに見えることがある。樹上生活の雲であり、木の枝の葉の上で獲物を待ち伏せる。徘徊している姿を見ることもあるが、 第一脚を八の字に大きく広げて待ち伏せる姿を見ることも多く、獲物が近づくと、第一脚をゆっくりと動かす。若い個体が桜の葉に陣取り、葉の蜜線に集まるオクロバイや、トビイロケアリなどを食べていたとの観察例がある。年一化性で4月から7月にわたって繁殖期があり、しかし生態は9月まで見られる。メス生態は葉裏に、 観光食で40から60個の卵を含む卵農を作り、その上に泊まって卵を保護する。越冬は老熟養成の形で行い、朽木や落ち葉の間などで越冬する。日本では北海道から本州、四国、九州から薬島までに見られ、国外では韓国、中国、及びロシアの極東地域まで分布する。低地から山地帯まで広く分布し、 森林地から市街地の街路樹、公園などまで見ることができる。日本産のカニグモ科の雲の中で最もよく目につく種の一つとの評価もある。おそらくはその大きさと鮮やかな体色、個体数が多いことに加え、本家の雲の多くが物陰に隠れる生活をするのに、対して本種は樹木や葉先に姿を出すことによるのだと思われる。 本種が属する赤羽雲属には世界に23種ほど知られるが、日本には本種の他にも多い種がある。星砂赤羽雲生息地判断宮古島3以下、種として岡田ほか P384、陰陽も以下、種として小野、尾形、P564 浅間ほか P62 池田2019年11月4日閲覧。 池田2019年11月4日閲覧、お野、おがた、P564、おの、おがた、P564、十四へんちょ、P506 以下もお野編長、P506。ありがとうございます。